サ門駅は台湾台北市中西区と万華区にまたがって位置する台北都市運の駅。中小気象早雲の計画段階では、サ門駅を始発駅とする計画もあったが、計画が白紙か、東園気象早雲として再始動した時に台北駅始発となった。伊丹南線南高天南間方面駅と松山新見線松山方面駅ホームが地下2階。 番南線長方,方面行きと松山新見線、新見方面行きホームが地下3階にある。いずれも島式ホーム形状のため、同一方向の乗り換えは同一ホームで可能となっている。すべてのホームに可動式ホーム柵が設置されている。駅北側は西門地下街と連絡している。元来計画されていた運行計画では地下第2階を 伊丹南線と新見線の上り線の共通ホームとし、地下3階を下り線の共通ホームとする予定であった。しかし、松山線が未開通であり、先行して湘南門線の西門駅中世記念度駅を運行させる際に、単線運行が採用されたことで、計画の変更が生じた。湘南門線は2番線と4番線を使用することとなった。単線運行で、 4ヶ月ごとに使用する線路を入れ替えていたことから、ホーム2面を4ヶ月交代で使用していた。新技船開通に伴い、新見世仙台電体道駅までの直通運転が開始されたことに伴い、本来の複線運行が開始されたが、基本的には2番線を使用し、ピーク時間帯のみ4番線も使用する。2014年に松山線が開通し、湘南門線を経由して、 新見世線との直通運転が開始されると、当初の計画に基づいて2番線を新見世線上りホーム、4番線を新見世線下りホームとして使用するようになった。出口1と出口6は駅の西側、出口2から5は駅の東側、北側は通道より西門地下街と接続する。開業以来台北都市運では台北駅に次ぐ2番手の地位を 長年継続しているが、2020年上半期は、新型コロナウイルスの流行により、市政府駅を若干下回る結果となった。西門町の武将街駅周辺は、駅東側の高寺、白藍路、上中市場などの伝統的な商業圏を呼び、駅西側の青少年の最新情報発信源で、ある、西門町を用しており、買い物客をはじめとする旅客が多く利用している。 駅名は、所在地の地名である、西門町にちなんで命名された。台湾鉄路管理局と台湾高速鉄道が、駅西側地下に通っており、大鉄縦貫線には、かつてここに、名目上の西門駅があった。現在は、駅西側に、西門緊急停車駅という地下設備がある。駅前の中下路には、バス専用レーン及びバス停が整備され、板橋、土壌、 三協、新城、三重、万華、交換、警備、松山、南港、沿管、中山北ろ、安も、呼吸方面への便が運行されている。ありがとうございます。